今日はですね、ニコンの D5600 で水族館の撮影の方法を説明したいと思います。今回説明する内容を押さえておかないと、人が反射してしまったり、被写体がブレを起こしているっていうこともありますので、ぜひ覚えておいていただければなというふうに思います。まず最初のポイントなんですけども、レンズなんですが、多いレンズを持っていくことに越したことはないと思うんですけども、ズームレンズだと臨機応変に対応し、幅広く撮影することができます。またですね、小魚をアップして撮影したいなら、マクロレンズがあれば、より被写体にアップして撮影をすることができます。また、イルカショーを撮影したいなら、300mm などの望遠レンズがあれば、しっかりと抑えることができますのでおすすめです。このようにですね、メインで撮影したいものによっても持っていくものが変わると思います。またですね、レンズなんですけども、F 値が低いレンズですね。ここの F 値が低いレンズの方がより明るく撮影することができますので、結構水族館暗い場所が多いので、F 値が低いレンズがあったら明るく撮影をすることができます。次、設定の方法ですね。いろいろこの A モードとかで撮影する場合とかも多いんですけども、今回はマニュアルで設定する方法を説明したいと思います。マニュアルに設定してこういう画面が出てきますので、プラスマイナスっていうこの露出補正のボタンを押しながら、このダイヤルを回すと、ここの F 値ですね、この真ん中の部分ですね、こちらを変更することができますので、こちらは一番開放にしてください。次にシャッタースピードですね。シャッタースピードは先ほどのダイヤルを何も押さずに回すと、このシャッタースピードを変更することができますので、だいたい100ぐらいもあれば、魚のスピードだとブレも少なく撮影できるかと思います。ちょっとまだ100でもブレちゃうなって思う場合は、シャッタースピードを速くすることによって魚をしっかりと捉えることができます。ただ上げすぎてしまうと、だんだんね、暗くなっていってしまいますので、ベースは100ぐらいがいいのかなっていうふうに思います。次に、こちら ISO ですね。これは明るさの設定になります。ここの数値を変更することによって明るさを変更することができます。オートで設定したいと思います。メニューっていうボタンをまずは押してください。そうするとこういう画面が出てきますので、このカメラのアイコンを十字キーを動かして、さらに右を押す、細かいカテゴリーを選ぶことができますので、 ISO 感度設定、こちらですね。で、こちら、制御上限を選ぶことができます。今、25,600になってるんですけども、ここまで上げてしまうと、すごく画質が悪くなってしまいます。ノイズが出てしまって、画質が悪くなってしまうんですよね。で、だいたい3200ぐらいだったら、私の個人的な感想なんですけども、画質が綺麗に見えるのかなというふうに思います。ただですね、水族館って結構暗いので、今回6400で上限をセットしたいと思います。要するに、この6400をセットしたら、これ以上は ISO を上げることはありませんよっていう設定ですね。自動で設定はしてくれるんですけども、これ以上は上げなくて済むと。これ以上のノイズを出さなくて済むっていうことになります。これで今、数値の方が完了しました。で、ISO がオート。もうこれ今6400でもすでに上限まで行ってしまってますと。カメラがもう暗いんで、上限まで上げてるっていうことですね。仮にこうやってシャッタースピードを遅くすると、だんだん光を取り込む量が多くなって、この ISO オートを低くすることができるんですけども、ただですね、これで撮影するとやっぱり被写体がブレてしまいますので、やっぱりこれぐらいにするとギリギリ6400ぐらいまでなっちゃうのかなっていうふうに思います。ですので、これで1回撮影をしてください。それでどうしてもね、やっぱり暗いっていう場合は、ちょっと暗いのを優先するか、それとも画質悪いのを優先するかっていう、ちょっと選択もあるんですけども、その場合はやっぱり明るくしたいっていう場合は ISO 感度を上限上げてください。そうすると、8000ぐらいが今ベストですよっていうふうにカメラが上限を設定してくれています。この設定ですね、今の容量でうまく調節しながら撮影をしてください。もう一つ覚えておいてもらいたいのが、ISO でこのカメラが自動で適切な明るさに設定してくれるんですけども、もっと暗くしたいとか、もっと明るくしたいっていう自分の好みと違う場合があったりします。そういう時に、自分で露出補正といって明るく調節することができます。設定の方法は簡単なんですけども、ここの i っていうボタンをありますよね。こちらを押して、この一番右下ですね、ここを選ぶと、
このように露出補正っていうボタンがあります。ですのでこうやって明るくすることができます。またですね、もうちょっと暗くしてほしいっていう場合はマイナス補正にして暗くすることができます。でここでちょっと自分のねお好みの明るさに設定をすることができます。ちょっとしたポイントなんですけども、例えば他の人と一緒に撮影行った場合に魚をしっかり写して被写体を黒いシルエットで写しているような写真を見たことあると思うんですけども、そういった場合は先ほどの露出補正をマイナス補正にすることによって被写体を暗く魚をしっかり写すっていうような演出をすることができます。はい、これで今の数値の方は完了しました。次にですね、もう少しうまくいく撮影のポイントの方を説明したいと思います。このカメラが自動で色味を調節してくれているホワイトバランスっていうオートで設定してるんですけども、こちらの方を変えることによってより雰囲気のある演出をすることもできます。こちらの i ってボタンを押してもらって、今ここですね、こちら今ホワイトバランスオートになっています。ですがこうやって電球のマークにすることによって青っぽく撮影することができます。ですのでこの海の感じの中のねブルー感をさらにブルーにしていい感じで撮ることができます。でこのようにして今の要領で撮影すると普通に撮影するよりもうまく撮影できるかと思います。またですね、人の反射ですね、反射をしてしまう可能性がありますので、普通に離れて撮影しますとやっぱりガラスに他の人が映ったりとかして、臨場感なくなってしまいますので、極力ガラスに近づけて撮影することをお勧めします。カメラとこうガラスがあったとします。ここをこうやって帽子のようにですね、光を遮断してあげると他のね反射を防ぐことができます。合わせてそのような撮影も一度やってみていただければなというふうに思います。はい、このような設定で水族館で撮影をうまくすることができますので、ぜひ挑戦していただければなというふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。